礼拝終わり。これからだよ。子供さんですか。あ、そうです、そうです。あ、まあ、そんな感じです。はい、おはようございます。おはようございます。一緒に神様を礼拝していきたいと思います。賛美をもって神様を崇めていきたいと思います。賛美の歌詞はですね、修法の中に、入っております。あのプロジェクターで映してないんです、まだ。聖なる皆あがめなす栄光と共に受けるべき方、聖なる主よ手を挙げ、偉大な皆を高く高めます。イエスよ偉大な神よ、印と不思議なされる方、イエスよあなただけなし、ただ一人なし、you
Thank you.
Yeah!
手を挙げたり、
しまいあえて歌う永遠の愛を喜びで溢れさせてください。イエスの血潮で清め聖霊の満たしを受けてください。霊と誠を持って死を永遠することができるように、この場所もまた溢れている方々にいらっしゃいます。早く受けてください。インターネットで礼拝する方々もあります。神様の恵みがその場所に満ちられるように、しばらく見たいと思います。従って一緒に基礎信条の賛美を持って、ご一緒に共感し賛美しましょう。歌詞カードを持っています。天地の作り主神を信じます。人の私です。信じています。天地の作り主神を信じます。人の私キリスト信じます。主は天の未来宿り、どこまで宿り生まれ、
一度神様の前に祈りたいと思います。ハレルヤ、天の父様、ありがとうございます。新しい朝をくださり、1月ももう最後の週になりました。寒い季節が私たちに巡っています。また風が流行ったり、また様々な、疲れが出てくるのかもしれません。神様が私たちの生活を守ってください。私たちの健康を支えてください。今週も元気に、そして喜んで1週間を歩み続けることができますように、神様が助けてくださいますように心からお願いいたします。御言葉と聖霊の力が私たちに豊かに臨みますように、愛する主イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆様おはようございます。ご一緒に、礼拝できることを心から感謝したいと思います。今日初めて、来てくださった方もいらっしゃいますし、久しぶりの方もいらっしゃいますし、お休みの方もいらっしゃって、1月はですね、もうたくさんの方々と共にね、1年をスタートしようと思ったらまた、風が流行って、そして、教会来れなくなってしまったり、そんなこともですね、ありました。でもみんな、元気になられたようで、インターネットでですね、見てくださっている、まあ、夕方来られるんじゃないかと思いますけど、福田さんなんかはですね、一家で、インフルエンザにかかっちゃってですね、もう2週間ほど大変だったと、また続きましたたちもですね、おかげで、大変だったようです。ご主人の、腰の調子も、治られたでしょうか。一緒にですね、また顔を合わすことができるところから感謝したいと思います。10日間ほど大阪に出かけていて、本当に、帰ってきてですね、思うのはですね、東京の、良さと、でまた、そうじゃない部分とですね、それぞれ、感じますね。井の中の蛙という言葉がありますけれど、自分の世界、カエルにとってですね、井戸というのは上を見上げるとですね、井の中ですから丸い空が円形なのかなと、ところがあることをきっかけにカエルがそこを飛び出して見て驚いたのはですね、こんなに広いの、もう比べることができないほどですね、広い、その、井の蛙が外に出て感じることではないかと。私もですね、東京だけしか見ていないとですね、関西の方を見て、ああ素晴らしい、いろいろなね、また違うものがあるんだなってことをですね、そこで学びました。また同時にですね、同じ日本だなというふうにも思いましたね。今日も愛知県の方から来てくださっておりますけれど、違う部分とですね、この東京、同じ部分があると思いますけれど、それはですね、私たちお互いも一緒なんですね。私たちの共通点は何でしょうか。人間であるということ。2番目、私たちの共通点は、クリスチャンであるということ。そして私たちの共通点は、日本人であるということ。韓国の人もいらっしゃいますねそれでもね、アジア人という共通点があります。私たち互いに違う部分と、また同じ部分がある。それをですね、しっかりと知った上で私たちを愛し合っていく、私たちが一つになっていく、それが人間の祝福です。それを教えてくれているのが体ですね。体、手と足と顔とみんな違う、でもそれが一つの命で結んでいる。イエス・キリストは教会のことをピラミッドのようなものだとは言えませんでした。頂点の牧師か神様かどなたかがいらっしゃる、そして下へ行くほど大きくなる、そんなこと言ってません。教会はキリストの体は、頭がキリストで、その一部分はみんな私たちだ。私たちそういう意味で一つになって、そして違いを認め合って、助け合いながら1週間をスタートしていきたいなと思います。愛し合うってこと難しいんですよね。ですから
そこには訓練が必要だと、今日はですね、私たちの人生の訓練の学校に私たちが今入学して勉強している、その荒野の学校って言いますけどね、その学校の学びについてご一緒に学びたいと思います。最初に聖書を読みたいと思いますね。申命記8章1節から6節、もう説教者にとってですね、1時間ぐらいはあっという間なんですね。それを30分で話するっていうのは、聞いてる人にとってはね、もう30分も聞いてはならないんですけどね、その辺があるんですね。だから30分にしてます。申命記8章、中に聖書入ってますのでね、お読みします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。ちょっと抜けてますね。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。今日はこの聖書から学びます。神様はですね、訓練するんだ、人が親が子を訓練するように、神様は私たちを訓練する。今日本では義務教育、6334世とは言いますかね、小学校6年、そして中学3年、高校3年、大学4年、世界がもし100人の村であったならば、そういう詩があります。大学を卒業した人はですね、100人の1人だって言うんですね。皆さんの中でもし大学で勉強した人がいたらですね、世界の100人の1人、当たり前のように思うかもしれないけどですね、超エリートです。言葉が話せる、字が書ける、もうそれだけでですね、皆さんはですね、すごい人なんですね。まあ、この日本は教育が進んでるってことを、教えてくれると思います。でもそういう勉強は必要だけれど、それで終わってしまうんじゃないですね。私たちの勉強は一生涯続くし、そして私たちの学校は荒野の学校なんですね。そこで私たちの人格は、私たちの人間が作られていく。まず第一にですね、学校名は荒野の学校と、聖書を読みます。つまりですね、もう私たちの人生すべてが学校だ。神様はですね、私たちにすべての出来事を通して訓練してくださる、私たちを作ってくださる。校長は神様です。そして副校長は、誰でしょうね、教会の牧師先生や。当時イスラエルがですね、エジプトにいた頃、神様が学長で、モーセが副校長として選ばれました。モーセという人を通して10の災いが起こったんですね。あなた方は苦しんでいる、そのエジプトの地、奴隷にされているその地から今出ていきなさい。出て行こうとした時にですね、当時のエジプトの王様、奴隷にしていたエジプトの王様が逆らったんですね。反対しました。で、このエジプトの王様は悪魔を象徴します。私たちが神に従っていこうとするときに、
モーセは神様を象徴します。悪魔が反対するってことを教えます。皆さん、私たちの人生の中で神様に従っていこう、この悪魔の支配から、人間的な自己中心の支配から抜けようとしたときに、悪魔が猛烈な勢いで抵抗して私たちを脅かすってことを聖書は教えています。でも私たちはですね、その悪魔に抑えられてしまうところから、神様に従って私たちその新しいところに出ていかなくてはいけません。だからそれが荒野の学校の授業です。神様に従わなかったら、その導きに歩んでいかなかったら、もういつまでたっても同じところで奴隷のまま過ごさなくてはいけない。エジプトでですね、あのイスラエルの民が、皆さん、想像できるかどうか分かりませんけど、何百万というイスラエルがエジプトの地で奴隷にさせられていました。その何百万がですね、紅海を渡ってそしてアラムに入ったんです。紅海という海があったんですね。紅海まで来てですね、紅海があったかどうか分かりませんけど、いやその王様から逃げて、今から紅海を渡ろうとしたらですね、紅海海があるんじゃないか、後ろからはですね軍隊が追っかけてくる、挟まれてしまった。いやもうこれはですね、やられてしまうんじゃないか。皆さん、こういう状況が人生の中であります。神様に従ったんだけれど、神を第一にしたんだけれど、日曜日仕事よりも神様を第一にしたんだけれど、状況が悪くなる。神を第一にしたときにですね、ピンチがやってくることがある。皆さん、あのエジプトの民は前には後悔、後ろには軍隊が追いかけてくる、挟まれてしまいました。しかし神様はですね、そこで挟まれたけれど、モーセを通してその後悔を真っ二つに割って、そのところから脱出することができました。皆さん、神様に従おうとしたら、世の中の抵抗や試練がやってくることがある。でも必ず道は開かれる。そして新しいところに出ていくことができる。皆さん、どうぞ神様を第一にし、神様に従って、この世の中の力ではない、神様に従っていく皆さんとなりますように、イエス様の名で祝福いたします。皆さん、そのことを通してですね、荒野の学校に入学したんです。で、皆さんにとって荒野の学校はですね、何かというと、クリスチャンになったことです。あの水を渡った時に、真っ二つに渡った水を渡った時にですね、水しぶきがあったんですよ。風によって二つに割れてですね、でその水しぶきが洗礼だったんです。皆さんはクリスチャンになった後に洗礼を受けたと思います。そして洗礼を受けた後に荒野に行くんですね。さあ皆さん、荒野の学校、それはですね、楽しくないですよ。荒野っていうのは何にもないところです。飲み水も食べ物もない、そういう厳しいところで私たちの一生は砕かれ、成長させられていく。でですね、授業のまず、1時間目はですね、義人っていうことなんですね。義人、義人っていうのは何かっていうと、イエス様を信じるだけで救われる、天国のパスポートをもらえる、これが義人です。今日イエス様を信じる人はアーメンでください。アーメン。もうこのイエス様を信じられたら、もう義人の授業はですね、終わっているんです。次はですね、聖歌という授業に入っていきます。聖歌って何か、私たちはイエス様を信じて救われた、救われたけれどあんまり変わってないっていう現実を皆さん見ることがあるでしょうか。本当に素直な人、正直な人はですね、私はあんまり変わってないな、他の人はよく見えるけど私はダメだな。でクリスチャンはですね、そういう中で周りをキョロキョロ見てですね、あの人は素晴らしい、いやそれに引き換え私はダメだな、
がよく見えるからね、自分も、ちょっとそれに合わせて、よくできてるような振り、よくできてるような顔、そういうことをする、クリスチャンがいるかもしれません。イエス様は多分それを偽善者だと言ったんですね。自分をよく見せようとしなくていい。私たちはみんな変わってないんです。変わってないし、変わるのに時間がかかるんです。皆さん安心してください。私たちは変わってないし、変わることに時間がかかる。それをよく見せようとしたり、また自分を偽る必要はない。成果というのはですね、変わってない私たちがイエス様のようになる、イエス様と同じ姿になる、聖書の求めているところにまで成長していく。で、そのためにどうやったらいいのか。皆さん、そのためによくなる、その成長するためにですね、起こる、その、ことはですね、試練です。試練を通して人は成長する。なんで試練が成長するのか。皆さん、試練を経験するときも、辛いことを経験するときも、神様助けてください、経済的な試練が来たときに、神様助けてください、健康が脅かされたり、人間関係がうまくいかなかったり、苦しいときに、問題に押しつぶされそうなときに、人は神様を叫び求めます。神様を叫び求めるとですね、何が起こるかというとですね、神様に近づくんですね。そして神様に直結する。悲しんでいる人は幸いですけど、神を求めて、そして神に直結する。皆さん、神様に直結したらですね、何が起こるでしょうか。神様と直結したらですね、神様に似ていくんです。この中で結婚されている方も、独身の方もいますけど、結婚をしているとですね、まあ、あるいは結婚しなかったら自分の親を見てください。お父さんとお母さん、喧嘩ばっかりしたかもしれません。うまくいかなかった。でも、最終的にはですね、似た者夫婦になっていくんですね。面白いもんですよ、夫婦っていうのは。だん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 おじいちゃん、おばあちゃんになっていくとですね、そっくりなことを言って、そっくりなことをやるようになる。今は違ってもね、だんだん似てくるんです。だから、主に交われば主になるっていうんですね。主っていうのは赤いものと、交わっていれば自分も赤くなる。もう一つ、主に交われば、イエス様に交われば、イエス様のようになっていく。私たちがですね、今植え替えて問題を感じなかったら、もうお金があればいい。今が幸せだ。イエス様なんか求めない。そうするとですね、イエス様から遠いから、イエス様にいないで、だんだんお金に似たりですね、世の中に似てくる。ところが試練の中で、主よ、イエス様助けてください、主を見上げてですね、叫び求めるときに、主とつながる、直結する、そして主に似てくるんです。皆さん、そのようにして人は成長していくのです。アメンでしょうか。皆さん、ですから試練というのは罰でもないし、呪いでも、罰に当たったわけでもない。神様の愛の招きです。ご自分に近づかせようとして、神様は私たちに試練を与えられます。だから試練を感謝して、そして神様に近づいてください。私たちはこの一生の間、時間をかけて、そしてイエス様に近づいていきます。そして3つ目、栄華。栄華っていうのはですね、イエス様の前に立った時に、天国に行った時に、私たちはイエス様と同じ姿に変えられます。無理しなくても、行き場なくても、つながっているだけで。聖書はこう言います。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられる。皆さん、イエス様のように変えられるっていうことはですね、もう妬んだり、また人を憎んだり、喧嘩したり、苦しまなくていい。イエス様のように愛の人になる。皆さんの奥さんが、旦那さんが、あの人がイエス様と同じようになるなんて信じられますか。何よりもですね、皆さんがイエス様と同じ姿になる。皆さん、これが救いです。まず第一の義人はですね、受け取るだけ、信じるだけで
天国行け。でも変わってない、変わってない私が成果、だん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 試練の中でイエス様と直結して変わっていく。最後イエス様と同じ姿になる。ええか、皆さん、救いっていうのはこの3つの領域なんです。だから私たち、救いを受けたならば必ず変えられる。皆さん、そのアラムの学校をですね、喜んで歩んでいく皆さんとなりますように、イエス様の皆で祝福いたします。アメン。今この礼拝はですね、アラムの学校の、ね、朝礼みたいなものです。朝小学校中学校で朝礼があるでしょう。校長先生が高い台に立ってね、お話をする。で、アラムの学校の授業はですね、1週間なんですよ。その1週間の中で試練があったり、いろんなことがあって、私たちは訓練されて強くなって成長している。だんだんイエス様のような姿になっていく。イエス様のような姿になりたい、そう願う人、アーメンって言ってください。アーメン。イエス様の姿になったらですね、幸せになります。人はイエス様に似た分だけ幸せになる。あ、私はまだ幸せじゃないな、苦しいことがいっぱいだな。それはですね、これから成長するからです。イエス様に近づけば近づくほど幸せになります。2番目、アラムの学校に先輩たちがいます。例えばですね、聖書にアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフというですね、4代神様の愛の中で生きた先輩たちがいます。その試練の中でその先輩たちは育っていった。今日ですね、ここに載っていない一つの話したいと思います。神様はですね、アブラハムから、イスラエルを作られたんです。一人の人、アブラハムから神様はイスラエルを作られました。そしてこのイスラエルはですね、全世界を祝福する、そういう使命が与えられました。皆さん、イスラエルの使命っていうのはね、祝福することが使命なんです。そして私たちクリスチャンは霊的なイスラエルです。アブラハムの子孫となった霊的な。皆さん、あのイスラエルを見て、そして私たち教会はお互いに夫婦のようなものです。だからイスラエルのために祈ってください。今イスラエルはですね、数百万しかいない、日本の四国ぐらいの領土の中に住んでいます。小さいです。その周りには南国というアブラハムじゃなくて、パレスチナとかですね、アラブ、アブラハムではアラブ人たちに囲まれている、そのほとんどがイスラム教徒ですよ。南国です。で、今までイスラエルは、武力で戦って勝つことができたかもしれない。敵から囲まれて、そしてそれでも強く生き残ってきました。しかしですね、皆さん、これからイスラエルはもうあのパレスチナやアラブに勝つことができない、生き残ることができない。もう最近でもですね、日本人の人質が10人殺されたとかですね、本当にあの地域ではそういう危険なことがたくさんある。イスラエルはですね、やられたらやり返す、そういう呪われたら呪い返すところから祝福して勝つ、祝福して生き残っていく、そういう道が残されています。唯一イスラエルはですね、乾いています。荒れ地です。で、その荒れ地でですね、彼らは技術を身につけました。農業を営んでいます。イスラエルには石油がないから技術で生き残ってきたんです。例えばですね、荒れたところで水がちょっとしかない、ガリラヤ湖の水がちょっとしかない、どうやってそのちょっとの水で農業をやるかというとですね、パイプをこのようにですね埋め込むんですね。
畑の中に。で、パイプに穴をちょっとずつ開けるんです。そしてコンピューターで水をちょっとずつ流して、コンピューター制御してですね、水をポタン、ポタン、ポタンとして、ちょっとずつその畑に撒く。少ない水で、イスラエルの畑はですね、豊作なんです。まあ、きっとですね、ちょっとしか水が来ないから、ああ、喉が渇いた。もう一生懸命ですね、作物たちは、果物たちはですね、大きな実を結ぶんでしょうね。そのイスラエルの農業は日本に伝えられています。日本人はそれを聞いて喜んでいます。イスラエルさん、ありがとうございます。そして最近ではですね、もっとすごい技術がイスラエルから来ているんですね。それは、放射能汚染しない、果物や、野菜です。福島にですね、去年、イスラエルが来て、そのやり方を教えてあげたんですね。福島で、その、果物や野菜、取れました。調べてみたらですね、放射能汚染がないんです。日本はですね、イスラエルさんありがとうございます。そのように、今、感謝しています。イスラエルは今までですね、やられたらやり返す。報復、それを繰り返しています。でもイスラエルの使命は何だったって言ったんでしょうか。祝福することです。やり返す、喧嘩する、呪うことじゃありません。外国に囲まれている、敵国に囲まれている、でもその人たちにイスラエルがこれから自分が持っているその技術を提供していったらどうでしょうか。農業の技術、いろんな技術、今ノーベル賞を取るほとんどの人たちがユダヤ人です。その技術をですね、無料で提供していったらどうでしょうか。おそらく外国は感謝してイスラエルに対して攻撃をやめたり、あるいは和解することに近づいていくんじゃないでしょうか。皆さん、イスラエルはそのようにして長い試練、長い迫害に耐えて、今そういう祝福の道を行き始めています。クリスチャンたちにやられたんですよ。600万もあのドイツ、ナチ、迫害されて殺された。クリスチャンたちは間違って迫害してしまったんですよ。でも皆さん、イスラエルは夫婦のような関係です。間違ったこともするかもしれない。イスラエルのために祈り、皆さんどうぞイスラエルが祝福できるように祈っていきましょう。救われるように。そして皆さん、今日ちょっと難しい話してるかもしれませんけどね、私たちも祝福できるようになっていきましょう。皆さん、やられたらやり返すんじゃなくて、祝福で良いものを返して許してください。皆さんのお父さん、お母さん、兄弟、皆さんを傷つけた人を無条件に許してください。神様の愛で許してください。試練の中で皆さんが許されたように許していく。皆さん、許すことが皆さんを癒し、皆さんを自由にする秘訣です。ある精神病のお医者さんがこう言いました。今この精神病で苦しんで入院している人たちが、今憎んでいる人を許したら、もうほとんど全ての人がすぐ退院できるはずだ。それほど人は人を憎んだり、在籍感とか自分を痛める、そういう考えを持っています。皆さん、クリスチャンである私たちは人を許し、人を愛し、祝福する、そういう使命があります。皆さん、どうぞ夫婦が仲良くしてください。また親子が愛し合い、出会う人を祝福してください。私たちはそういう人になるために、イエス様に似るために今学んでいるのです。皆さんが学校で人を祝福して、友達を愛して許したら、いい友達がたくさんできるはずです。職場の中で、家族の中で愛して祝福したら、家族がいい関係になっていくはずです。職場の中で
嫌味を言われていじめられてひどい目にあっても許して祝福したら必ず職場が変わっていき、やがて良い友達が上司、同僚、部下ができるはずです。そしてですね、最後にお話したいのは、私たちは最後、あなたの学校の先生になる、リーダーになる。皆さんが先にですね、この学校で学んで、次にこの日本の人たちにそのように歩んでごらん、このような中でイエス様を見上げてごらん、イエス様を信じてごらん、そして祝福する人になるんですよ。お父さんお母さんになる、やがて先輩になる、そして職場でも先輩になる。私たちはですね、みんな祝福する、そのことを教える先生にならなくてはいけません。リーダーにならなくてはいけません。どうぞ今日私たちはですね、先に学び、そしてやがてそれを伝えることができる人にさせていただけるように、今共に祈りたいと思います。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日私たちの人生をあなたに捧げます。あなたの学校での学びを祝福してくださいますように。神様、あなたの祝福が豊かに臨みますように、心からお願いいたします。この場所で共に神様を見上げて、神様に先に求めている皆さんを祝福してくださいますように。今祈る祈りが祝福されますように、イエス様の名でお祈りいたします。アーメン。しばらく皆さん祈っていきましょう。イエス様の愛を見上げて、試練の中にあってもそれは神から遠のいてしまうのではなくて、もっと神に近づくことができる。試練の中で私たち人を愛したり祝福できる人になることができるように、一緒に祈っていきましょう。やがて私たちもリーダーになりますから、私たちを整えてください、成長させてください。一緒に祈ります。天のお父様、ありがとうございます。今日私たちのこの礼拝の場で、これはアラノ学校の朝礼みたいなものです。この1週間、神様が私たちをご指導ください、私たちを訓練ください。学校生活、職場生活、家庭生活、地域での関係、さまざまなところで私たちはこのアラノ学校でいろんな試練になったり、追われたり、喜びを経験し、喜怒哀楽を体験しながら、味わいながら一緒に歩んでいきます。天のお父様、どうぞ私たちの歩みが豊かに守られますように。神様、この日本の国を覚えてください。天皇陛下、そして皇室の方々が神様救われますように。安倍総理大臣、安倍政権、神様あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。神様、この国の公僕たちを、神様、公務員たちを、教師たちを、神様、経営者たちを、リーダーたちを、スポーツ芸能界、またドライバーたちを、またサラリーマンたちを、お母様たちを、おじいちゃんおばあちゃん、子供たちを、神様、痛みを持っている方々を、外国籍の方々を、障害を持っている方々を、特別にお会いくださいますように。私たちクリスチャンが優しい人、愛の人、人を祝福することができる。試練を受けていながらも、その試練の中で神様の愛を受けて、涙を流しながらも、私たちは人を愛していくことができる人へと成長し、変えられていくことができるように、神様、どうぞ私たちを助けてください。私たちを助けてください。お願いいたします。一週間の歩みを神様、あなたに委ねます。あなたに教えていきます。新しい決断をしなければいけない方々の決断ができますように。許さなければいけない人を、もし憎んでる人を持っていたら、許すことができるよ、和解することができるよ、愛することができるよ。神様、またあなたにチャレンジを受けているところがあったら従っていくことができるよ。神様、私たちに大きな力を与えてください。今祈ります、祈っています。私たちのこの祈りを守り、一力祝福してください。お願いいたします。心から感謝いたします。心から感謝いたします。愛する主イエス様の御名により感謝してお祈りいたします。アメン。まず祈りながら、一緒に神様に感謝の拍手を捧げて、喜びの心で元気の時を
持っていきたいと思います。神様に捧げ物を捧げていきましょう。まず立ち上がってください。一緒に、賛美を歌いたいと思います。それではですね、何を歌いましょうか。アメイジング・グレース歌いましょう。歌集の、9番アメイジング・グレース。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れるなれに、海は笑いも恐れを消し、また来ること今あなたを連れ
イエス・キリストは、あなたの一人子は、昨日も今日もいつまでも同じです。変わることのない彼の愛が、私たちを覆って、私たちを癒して、私たちを解放してください。学ばれるとイエス・キリストの皆の権威を持って、私たちを抑圧し、また私たちを悲しめる悪しき悪魔の力に、今立ち向かいます。では、悪霊よ、汚れた霊よ、病の霊よ、イエスの皆によって、今、お一人一人から、今、出ていけ。自由にしなさい。天のお父様、御霊を注ぎ、私たちを、あなたの愛で溢れさせてください。アブラハムの祝福と、私たちの人生が豊かに、私たちの人生が祝福された歩みができますように、天のお父様、今、お一人お一人を精霊で満たしてください。愛するイエス様、今、あなたの御霊で豊かに満たしてください。祝福を受けますように、精霊の満たしを受けますように、精霊の満たしを受けますように、精霊で満たしてください。愛するイエス様、今、注いでください。愛するイエス様、問題を解決してください。あなたの愛で、喜びで溢れさせてください。この一週間の歩みを祝福してくださいますように。アレルヤ天皇様、この一週間の歩みを祝福してくださいますように。体の疲れや、また、風によって弱ってしまった体が、強められますように。神様の一週間の歩み、子育てや、また、仕事の上に神様の祝福がありますように。聖霊様、今、望んでください。聖霊様が望んでください。聖霊様が望んでください。聖霊様が望んでください。今週1週間、神様、神様の勉強が豊かに祝福されますようにお願いいたします。神様お願いします。あなたの愛で満たしてください。メケミちゃんの上に、ジョンさんの上に、聖霊の満たしを、あなたの喜びを溢れさせてくださいますように。ハレルヤ主を感謝します。お父様、お父様の上に、神様、どうぞ、今週の歩み、心の喜びで溢れ、また聖霊の力で、御言葉でいつも溢れていることができるように。アレルヤ天のお父様ありがとうございます。アレルヤ、スラフの上に、神様の満たしや祝福があるように、御霊で満たしてください。御霊で満たしてください。喜びで溢れさせてください。喜びで溢れさせてください。アレルヤ天のお父様、これから仕事を行きます。神様の先さんの主の力が、喜びが、聖霊の満たしがありますように。神様、助けてください。助けてください。支えてください。特に健康が守られますようにお願いいたします。愛するイエス様、一人一人はみんな宝物です。あなたの愛する子供たちです。あなたは決して私たちを苦しめて私たちを悲しませるために試練があるんではありません。より良い目的のためにご自分に近づけるために試練を許されることがありますが、その時に私たちが神様に対して誤った考えを持つことはない、神に立ち返ることができるように、神と直結できるように、聖霊にいつも満たされていくことができるように、神様、私たちがこの世の間違った、神を離れた考えに従うんではなく、私たちが愛し、そしてこの社会の秩序の中で、イエス様の愛を、福音を伝え、神と共に歩んでいくことができる、お一人お一人になりますように、イエス様と共にこの一週間を歩ませてください。主イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。ちょっと順番が今日いつもと変わってしまいましたが、ただいまから、聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐式は私たちが神様の愛の中で一つの家族であることを表す儀式です。私たちみんな違うところから集まっていますけれど、ご家族の方もいらっしゃいますけど、でも、その家族の他に私たちには神の家族がある。最初なかなか愛し合うこと、最初なかなか受け入れ合うこと、難しいかもしれません。でも私たちはその家族の愛を学ぶときに、まあ、もっと言えばですね、世界の22億人という家族がいるんです。神の家族、その家族の愛を学ぶときにですね、私たちは世の中の他の人も愛することができる。ここで教会で学んだことが社会の中でも職場の中でも学校の中でも当てはまることができる。その愛をですね、絆を私たちはこの聖餐式の中でもう一度確認したいと思います。家族の条件は一つ目、同じ命が流れているということ。
2番目、血がつながっているということです。私たちは神から生まれました。そして神から生まれ、イエス・キリストの血が私たち流れている。神の家族です。この生産を通してもう一度キリストが裂かれた肉と血を飲むことによって家族であること、そして私たちが互いに愛し合い、そして神様の愛の中で一つであることをもう一度思い起こしたいと思います。祈ります。天のお父様、このパンと、クラッカーとブドウジュースを祝し、生産のために整列してお持ちください。これをいただきます。お一人お一人の心と体を清めてください。あなたの愛で溢れさせてくださいますように。イエス様の皆で感謝してお受けいたします。アメン。主イエスキリストは十字架にかけられる前夜、パンを裂き感謝して、後これを裂きこう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。皆さん、イエス様の体です。一緒に感謝を持っていただきたいと思います。アメン。多くの教会はパンで行いますけれど、イエス様が、生産を晩餐で行われたときに、あれは種が入っていませんので、おそらく、こういうクラッカーの方が近いと思います。種が入ってたらダメなんですね。だからまあ、それは種は罪を象徴するからです。イエス様は罪のないお方でなければ罪を贖うことができない。罪を知らないお方が罪となって私たちを救ってくれた。イエスの父親も同じです。罪のない血潮が私たちを洗ってくれました。感謝を持っていただいた方からどうぞ飲んでください。まさきさん、お仕事の時間があったんですね。どうぞいただいてから、行ってください。お祈りをしたいと思います。恵み深い主なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより、喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前にあらせてください。主キリストイエスの名で感謝してお祈りいたします。アメン。イエス様の素晴らしさを思いこの賛美したいと思います。主は素晴らしい、主は素晴らしい、傘は確かにあります。主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主、主はキリストです、キリストです。
ありがとうございます。愛します。
ちょっとお互いに歓迎の挨拶、をしたいと思います。ようこそお越しくださいました。Thank you.
ようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。